バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第271回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸とキリです。どうもこんばんは。こんばんは、久しぶりです。お久しぶりです。2018年4月23日は月曜日20時33分というところで収録しておりますけれども、4月ももう下旬に入ってまいりました。はい、暑いね。暑かったっすね。昨日はむちゃくちゃ暑くて、うん、今日はちょっと寒かったんで10度ぐらい気温差がありますけどね。そうやんな。はい、うん、どっちの服着ていけばいいねんっていう季節になっちゃってますね。いや本当にそうですよね。はい、いや僕体調は大丈夫ですか？うん、体調も大丈夫ですよ。なんとか風邪もひかずやってますけれども、はい、まあ確かにね、寒暖が激しいんで服が難しいっていうのはほんまあるよね。そうですね。昨日は実はね、センターサークルで、はい、センターサークルうちのクラブチームで報徳学園さんにお邪魔してまいりまして、はい、いやバストラ T シャツ着ていったのよ。はい、ところがさ、やっぱちょっとこう寒い、暑いの寒いのみたいなことになって、上に今ジャケットを羽織ってね、はい、行っちゃって、なもう見えないじゃない、はい、バストラ T シャツが。でまあ訪問して話がそれたけど、はい、いろいろね田中先生にも教えてもらいながら、はい、バストラで何度も紹介しているコンゴロデイビッド君とか、はい、石本選手ね、僕が大好き大ファンのまあバストラヘビーリスナーの方は、あレスラーでしょとおっしゃられてるかもしれないですけどね、レスラーっていうのはやっぱりね、あの田中先生の方からも、いやちょっと待ってつかさいとそれはかわいそうだからやめてあげてとか言われて、僕らはもう愛称というかね、はい、愛情を込めてのレスラーだったんですけどやっぱね、レスラーはあかんなと、うん、はい、石本くんって紹介するわなって、昨日本当にリアルに石本くんとお会いできたので、はい、あのバストラではレスラーって言わせてもらってたけど、次の収録では石本くんって紹介するからねって言ってありますので、それがね、その練習終わった最後にみんなズドンとこう僕の前に集まってくれて、はい、でちょっと一言求められたんでね、はい、まあものすごい練習な、もう羨ましい環境なんですよ。ほんで、いいなっていうことと、それから、はい、バスケトークラジオのね宣伝なんかもちょっとさせてもらったり、はい、なるほどですね。あとはもう中学生一緒見てくれてありがとういうような話をしたんですけど、はい、その時にねちょっと暑かったからジャケットのチャックをピッと開けて、はい、なるほど、うん、バスケトークラジオもう知っててねって言って紹介してるんだよっていう話をして、でみんなにね、バスケトークラジオ知ってる人手挙げてって言ったら、もうずどどどどって結構手がかかって、へー、ほとんどみんな知ってくれてて、はい、で僕が話す前にもう、あ彼がレスラーですよって言って教えてくれてね、選手の方が、はいはいはい、うん、なんか嬉しかったな、みんな聞いてくれてた、いや嬉しいでしょそれ、それは嬉しかったよ。もう半数以上は手上がりました、うん、あ半数以上手上がってた、すごい、うん、いやすごい人数なんやで、ほんで、はあ、それって体育館は1面だけしかないんですか？うん、うん、2面あるんですよ。はあ、2面あるうちの1面は必ずバスケットが使えるみたいなことをおっしゃってましたね。はあはあはあ、だから環境はいいと思いますよ。まあ中にはね、部活と他のクラブと取り合いしてる学校なんかいくらでもあるわけですけど。ありますよね。まあさすがに報徳さんともなるとバスケ専用で使えるようにはなってるんでしょうけどね。うん、男子校でしたっけ？男子校だと思います。そうですよね。はい。今も男子校だと思うよ。なるほど。うん。じゃあその練習の時は、隣でバレー部とかそういうのがやられてたんですか？最初は、はい、中等部がやっていましたね。はあ、だから、中高あるんで。へぇ、うん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 。なるほど。そうなのよ。で、センターサークルの方の部員は何名ぐらい、10名ぐらい行かれたんですか？ちょっと待ってね、男女共学かな、
かな。でも聞いたことないようなっていうのと、あとその報徳学園のバスケットボール部見てると女子マネージャーとかいないですもんね。だから男子校なのかなって思ったんですよね。共学になってるね。あ、なってるんや。中学が共学か。へえ。そうそうそう。何名ぐらい連れて行かれたんですか。高校は男子校なのかな。なるほど。え、今なんて何名ぐらい。はい、センターサークルの部員は何名ぐらい連れて行かれたんですか、報徳に。ごめん、男子校、男子校やな、高校は。はいはい、はい、はい。ごめん、センターサークルの人数、はい、連れて行った人数、はい、何人ぐらい連れて行かれたんですか。あ、10名来ましたね。なるほど。うん、うちは中学校が優先なんで、中学校の部活動が。はい。だから、中学校の部活動が合わない、予定と合わない、センターサークルっていうの予定と合わない人もいるので。なるほど。うん、その頃は来てないですけど、まあ、10名ほぼほぼ全員来ましたね。あ、それはもう報徳さんの練習に合わせてセンターサークルも入りなっていうような感じの練習なんですか。はい、いえ、特別にちょっと中学生用に、はい、あの田中先生が組んでくれたんですよ。あ、なるほど。じゃあ、うん、その高校生たちはちょっとサポートするような感じだったんですか。いやいや、高校生もガチでその練習に入ってやっていましたけどね。すごい貴重な時間ですね。すごい貴重な時間。ほんで、まあ、先生にもこうお話しさせてもらったんですけど、もともとはね、センターサークルが育英高校でやってるもんですから、必ず進路が育英になっちゃうんですかっていう、はい、こうすごい勘違いされてる親御さんもいたということが話の出発点で、はいはいはい、いやいや他の学校にももちろんそんな強制力ないですし、行こうもと行けるんですよと。で、はいはいはい、挨拶にちょっと他の学校の先生から見てもそう見えるかもしれないから挨拶行こうということで、はいはい、で挨拶に、まあ最初は女子の方からね挨拶行ったりしてたんですけど、男子の方は合宿や遠征が重なってたんで今の時期になっちゃったんですけどね。なるほど。それで挨拶行くついでに、選手を見てもらうことはちょっと厚かましいですよねみたいな話すると、全然いいよって言ってくれて、へえ、女連れて行きますみたいな。そんなんでやっぱりこうやってご挨拶行くことでね、そのセンターサークルっていうのがどういう意図で、集まってるのかっていうことが分かっていただければ嬉しいなと思ったんですけど、きっと伝わったと思います。なるほど。やっぱ兵庫のバスケはね、強くなってほしいし、はいはい。もちろん育英高校に行きたいっていう子がいたらね、はい。育英高校にも行ってもらえたらいいんですけど、当然そこの選択肢には鍵校も、はい、報徳さんも村野さんも一山さんもあるやろし、ぜひ一山にも行ってほしいですね。そうやね。はい、よくねバスはでも、結構話してきた一山なんで。そうやね。はい、男女ともにちょっとね、連れて行ける機会はありそうですよね。あればね、絶対ぜひ行きたいなと思ってるんですけど。はいはい、なるほど。そう、いや嬉しかったやろうな、その時手挙げてくれた時はね。嬉しかったよ。でこれは一山なんか行ったらね、またサンダーバーズさんが繋いでくれると信じてますけどね、サンダーバーズさんのとこ行ったらまたみんな知ってくれてるかもしれへんしね。はい、いやいや、ほんで話がねすごくそれましたけどね、はい、石本くんですよ。はい、通称レスラー。彼、はい、やっぱりね、いい。すごくいい。あの選手は本当になんか突出してる何かがあるね。あ、もう練習でもやっぱりそういう風に 見えたんですか。見たなぁ。いやぁ、よかったね。やっぱ僕はもうね、はっきりと明言していますけど、今年の選手の中で一番、石本くんなんですよね。あとも大注目は金五郎デイビッド君ですよね。はいはいはい。デイビッド君、まあ、教官室にお邪魔してね、ちょっと横に靴があるから、はい、と思って見たらでかいんですよ。靴のサイズ当てていいですか。当ててください。
32センチ。ブブー。それより大きいわけはないですよね。僕が30センチじゃないですか。へー。で、この僕が見てでかいと思ったから。え、何センチ？何センチは思います？いや、わかんない。これまだメディアにそんな出てないんちゃうんかな。むっちゃでかかったんすか、やっぱ。むっちゃでかかった。じゃ、37センチ。惜しい。36、でかい。36センチやで。うん、でかい。じゃあでかいやろ。36センチのバシュって、うん、その普通には買えないですよね。ところがさ、普通に買えるらしいね。あ、そこも聞いたんすか。普通に買えるらしい。うん。いや、ちょっと驚いてるのは、岸さんの30センチにも驚いてますけどね、私は。あ、そう？なぜ？いや、30ってでかくないですか？ 28.5 ぐらいじゃないんかなと思いますけどね。あ、そう？結構、おるよ。ゴロゴロ。あ、そうですか。それはもう本当に、うん、行ったらすぐ買えるもんですか？ 30 だと。あ、30センチも、いや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 、そんなに、バッシュは比較的簡単に買える。へー。インターネットでも買える。でも、困るのはスーツに合わせる革靴とか。はぁ。まあ、ああいうのは本当に海外で買ってこないと、はぁ。もしくはネットで、昔はネットなかったから困ったけどね、僕は20歳とかそんな時はね。はぁ。でも、今はネットで輸入サイトみたいなところで買えますよね。まあ、当然1ヶ月待ちとかそうなんですけど。36センチのバッシュは、うん、何を履いてたんですか？覚えてないですか？何履いてたっけな、見たけどな。レブロンやったと思う。はぁ、うん、確かレブロンだったと思う。デイビッド選手も横にちょっと肩並べたというか、うん、近くにいたんですか？デイビッド選手もちょっと話しましたよ。話せるんですか、日本語が？そうなんですよ。で、そのデイビッドはあれなのって言って、はあ、ちょっと待ってな。はい。おおおおおおデイビッドは日本語喋れるのかって言って話しかけてみたら、はい、日本語は少しって言われて、はあ、で、あ、じゃあ英語なのかいって言ったら、フランス語って言ってました。はあ、うん、ほんで、あ、そうなんやみたいな、俺はフランス語全然ダメやけどって言っててんけど、その俺が話してる言葉は細かく理解してて、はあ、で、あの、正しく回答してきたから、日本語結構高いレベルで理解して話せますよ。あ、授業受けれんじゃないかな、あのレベルやったら。全然練習とかは、うん、その通訳さんなんかもちろんいるわけないから、うん、こうやっぱそこら辺はフィーリングになってくるんですか？いや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 、もうそこが理解できてるんやと思う。 うーん、やっぱりさ、中学生で日本来てるから、すごいこう高い日本語力持ってるよ。なるほど。うん、ちょっと俺もね、はい、びっくりするぐらい、僕はフランス語ですって言ったから、そう言うってことは日本語そんなにかなと思ったら、もう全然理解してるし、話す回答もちゃんとしてるし、なんか、うん、思ったよりすっごい日本語上手やって。へー、うん、でも、まあ、2メーター7センチぐらいあるじゃないですか。うん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 。やっぱちょっと岸さんでもちょっと見上げてでかいなっていう。ちょっとじゃないよ、それはもう。ちょっとじゃない、やっぱり。ちょっとじゃねえわ、でかいわ、そら。でか、そっか、なんすごいとこに飛び込んできましたね。ああ、いやー、よかったよ。そっか、そら充実した一日でしたね。うん、周りの選手もいいのよ、ほんで。丸山健人選手とかね、1年生で。ああ、なるほど。入ってる選手とかも練習してんの見てきましたけど。あ、うん、まあ、1年生もゴロゴロ入ってますもんね。入ってる入ってる、いいの言ってるみたいやし。で、あとちょっとね、ごめんなさい、失礼ながらちょっと名前存じ上げないんですけど、あの、うん、身長は全然高くないんだけど、
はい、うん、多分報徳の子は聞いてくれたら分かるんだけど、あの日に赤いパンツを履いてた小さいガードの選手がねもうちょっとすっごいいい感じやったな、僕から見ると。何年生かも分かんないですか？何年生かも分かんない、でもこなれた感じやから2年生か3年生だろうなという感じはしましたけど、あのうまいっていうか、うまいしなんか判断がいいんだろうなっていう、そのうん、何やろ、むちゃくちゃのパスのエラーとか、はい、なんかショットセレクションがむちゃくちゃになっちゃったみたいな、ごめんみたいなのとかがあんまりない選手 でスピードもドリブルハンドリング持ってるし、いやいいないいなと思いながら見てたんですけどね。ざっと何名ぐらいで練習やられてたんですか、その日は？あ、その時はなんか分かれてやってましたけど、すごいなんか、うん、効率的に、もう一方、なんかコーチみたいなのおられて、一緒にやってたんですけどね。いやー、なんかいい雰囲気でした。報徳学園、いいと思います。おすすめ。うん、で、そう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 。田中先生がね、はいはい、いつもベンチに入ったらこう、はいはい、パッと座ってて、あんまりこう立ち上がってギャーギャー感情的になったりしないコーチなんですよ。はいはいはい。で、直接田中先生にも、まあ、ちょっと話したんですけど、やっぱ練習中はね、はい、結構、わーって言うし、それから細かい指示が。へぇー。うん。で、こう声を荒げてね、わわわっとなんか言ったりもしてたんですけど、いや田中先生試合の時あんなやあんな感じやのに練習また違うんですねって言ったら、いや練習なんか本当はもっとですよとか言ってた。はあ、うん、そうそう、それ印象的やったわ。でやっぱり僕がいつもバストラで言ってるみたいに、なんかこう試合の時に言ってもいいこと、言ってもいいことというか言うべきことと練習の時言うべきことってやっぱ違うじゃないですか。はいはいはい。うん、ゲームの時にその局面切り取ってパスは上からじゃなくて下からだろうって指摘するっていうのは練習ゲームの話で、はいはい、なんかぶっつけ公式戦でそれを教えるっていうのはちょっとって俺は思う方やね。はいはいはい。公式戦一つ一つがね、子供の成長につながるんやろうけど、いやちょっとちゃうねん俺は。その公式戦を勝つためになんか必要なこと言わなあかんけど、練習試合って個人を伸ばす手助けになるようなね、ヒントを与えたりとか、なんか言うことがちょっと変わってきたり、あと練習中に言うこととゲーム中に起こったことで言うことで、まあちょっと違うんやろうなという僕は考え方なんで、なんか田中先生のその練習の時の感じと試合の時の感じが違うっていうのはすごく理解できると思いながら見てたんですけどね。なるほど。わかりやすいですね。いやーよかったですよ、報徳さん。この場を借りてありがとうございます。田中先生ありがとう。またお邪魔しますので、僕場所を忘れてきましてね、あの場所ちゃんと置いといてくださいねって言って場所置いてきたんですか？最悪やん、場所置いてきちゃって。それもう一回行きたいからじゃないですか？そうそう、予約入れといてもう。いや本当にね、あの場所忘れちゃいましてね、もう本当恥ずかしい限りでございますが、そうだったんですよ。まあちょっと冒頭長くなっちゃいましたけど、今日はキリさん、はい、どんなお話を聞かせてくれるのかな。今日はですね、つい土曜日日曜日から始まった、関東大学バスケットボールのトーナメントをちょっとご紹介したいなと思います。 お願いします。はい、これ去年もやってますんで、1年早いですね。早いな、あっという間やね。ほんまにね。うん、まあ、これ山々から行きたいなと、第1ブロックから行きたいと思います。うん、第1ブロックはまあ優勝してるディフェンディングチャンピオン、筑波大学のブロックになりますね。で、筑波大学とかのその、シード校は出てくるのが1日からになるんですよ。で、関東の場合はベスト32になると、中シードというか小さいシード権を得られるんですね。うん、3回戦からっていう。で、でっかいシードの方は、ベスト16以上が、でっかい方のシードに入ります。ほう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 。というルールになってますんで、筑波大学は1日からで、3回戦からの登場はこの山梨学院
とかそういうところになるんですよね。で2部の立教大学がなぜいるんだっていう話なんですよ。これ4番目立教大学があるんですけど、ありますね、立教大学1回戦から出てますよね、うん、これはですね去年、うん、帝京平成大学っていう3部の大学に負けたんですよ。おでこれがまあよくあるトーナメントの下克上なんですけど、なるほど、こういう風に負けてしまうと1回戦からになっちゃうんですよね。なるほどね、はい。でまあこの山はちょっと面白いなっていうのは、うん、まあ、筑波大学の対抗としては立教大学、うん、今年はまあ、ね、筑波と当たると思うんですけど、うん、この明星大学っていうのが面白いですね。12番、はい、明星大学、明星じゃないの、明星なの、これ明星大学なんですね。もともとはまあ4部とか5部とかにいたんですけど、うん、今は去年上がって2部にいまして、おなかなかいいスタートぞろいの選手がいるんですよね。シューターがいたりとか、うん、でもほぼ1対1ですねこの大学は。本当にで、うん、まあ、ちょっと台風の目になる部分はあります、ね、でその下のブロックもまあ第一ブロックになるんですけど、青山学院大学が出てきますね。15番ちょっと見てください、これです、岸さん。15番、独協大学、お、はい、ちょっと独協勝ってるやん、1回戦勝ちました。次も勝ちますよ。次も勝つの？はい、次も勝ち、まあ、あのベスト32を目指してるんで、次勝って関東学院とやりますんで、うん、関東学院はまあ3部のまあ真ん中あたりぐらいですかね、うん、まあ、195、飛龍の195のセンターと、うん、藤枝明星かなんかのセンターがいるんで、うんうんうん、まあ、関東学院小田原なんでね、うんうんうん、あの静岡県からたくさんっていうか、まあ、毎年のように取ってきてるチームになりますね。そうなんだ、はい、まあ、最高成績は関東4位っていう成績もあるんで、うん、まあ、ちょっとこの関東学院に勝ってシード権取りたいなと思ってます、うんうんうん、こんな兄弟がいた時もしかして関東学院が一番強かったのは、うん、記憶では、うん、パプがいた時ですね。はい、あの時に4位ぐらいになってますね。なるほど、はい、でこの下のブロックは、青山学院とおそらく拓殖大学になると思いますね。でこれはどっちが勝つかっていうのはちょっと一概にはいけないんですけど、まあ拓殖なのかなって、拓殖と筑波の勝った方が、まあ、準決勝とかに上がっていくのかなって思いますね。なるほど、はい、独協入らへんの？ちょっとね、青山学院には絶対に勝てないですからね。ああそう、はい、まあ、その下のブロックになりますね。そこが、岸さんの大好きな大東文化大学入ってます。入ってますね、はい、うん、いい位置に抑えてると思いますよ。あ、そうですか、はい、おそらく初戦が東洋大学になると思うんですけど、まあ、そこを多分軽く行ってその後国士舘になると思いますけど、国士舘にもおそらく勝つでしょうね。その下のブラックはおそらく駒沢、うん、それから、まあ、上部がちょっとどこまでいけるかっていうところですけど、まあ、東海と上部が当たってしまうので東海かなと。でこの東海と駒沢で東海が勝ち上がっての東海大東文化が山になるでしょうね、おそらく。そうか、この B の頭は、はい、そうですね、 B の頭取るには、うん、東海大東文化の勝った方になるんではないかなと。続いて C ブロックになりますよね、はい、C ブロックはまあ去年の3位、うん、日本体育大学が頑張ってるよね。頑張ってます ね、 これ日本体育大学の初戦が、うんうん、こう間違いなく早稲田大学になるんですけど、うん、これが分からない、分からないけど私的には早稲田大学かなと。そうなの？今年の早稲田いいですから。いいのか。まあ、日本体育大学もね、ジョナサンが入ったのかな、うん、福岡第一の、うんうんうん、でもう一人まだ3年生か4年生に、うん、ヌダリっていう2メーター15センチがいるんで。2メートル15？ はい、多分関東学生の中で一番でかいですね。でかすぎるやろ。はい、うん、
だまあ高さでいくと日体大あるんですけど、うん、早稲田のインサイドもしっかりしてるんで、うん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 、やっぱこれは何とも言えないですね。ちょっといい勝負すると思います。え、2メートル13のヌダリ、あ、15、はい、ヌダリ選手ですね。が日体大、日体大です。ちょっと見てみたいな。何年生、確かね3年生か4年生かどっちかなんですよね。去年もおったってことか。はい、ちょっと怪我してリーグ戦ちょっと出てない時ありましたけど。なるほど、はい、でかいですよ。でかいし日本語結構うまいですよ。あ、そうなんや。はい、うーん、そしてそしてこの下のブロックはまあおそらく日大になってくると思うんですね。うん、日大、ただ日大より東京成徳は、うんうん、ベスト16まで入ってたんで去年、うんうんうん、ここはね東京成徳と日大の試合はちょっと面白いかなと思いますね。東京成徳も懺悔っていう、中部第一の中国人センターがいて、うん、でさらに今年またなんか留学生2メータークラスを取ったっていう風に聞いてるんで、東京成徳も強いんですよね。庄司深谷のあのスタメンとかが入ってたりとかするんで、日大と、まあ、まあ日大勝つのかなっていうところですけどね、このブロックも面白いですね。その下のブロックはですね、最近やっぱり、よく聞く中央大学、中央大学は肥後選手頑張ってますよ。頑張ってる？頑張ってますね、出てますね試合。そうなんだ。はい、ちょっと鶴巻選手が名前出てないんで、うん、おそらく怪我してるのかなとか思いますけど、まあおそらくここ中央大学と明治の一騎打ちになるんじゃないかなと。この大会には出てくるの鶴巻選手？どうなんですかね。ちょっと慶応電鉄杯は出てなかったと思うんで、どうなんですかね、どんなもんなのかでよりと思いますけど。そうやな。で、はい、ちょっと明治大学62番の下バッテンがついてます、はい、あ、神田外語ですか？うん、これは多分危険かなんかじゃないですかね。うーん、あと登録ミスとかそういうので20対0になっちゃいますんで、はい、なるほどってとこですね。はい、でこの下のブロックが最後 D ブロックになるんですけど、うん、まあここは専修大学堅いですわ。あ、そう。はい、やっぱりフィリップ選手がインサイドにいるのと、うん、重富ブラザーズがいるのと、シューターは森種選手、それからもう一人、シューターいるので、専修大学はちょっとこのブロックでは硬いですね。で、まあ、順天堂大学とか江戸川大学とかいるんですけど、やっぱり戦力は落ちてますね、江戸川にしても。そうか。で、はい、僕の大好きな神奈川大学はどう対抗できない選手？先週と神奈川大学はね、ちょっとフィリップ選手はこの大会の中でも、インサイドの留学生ではナンバーワンだと思うんですよ。で神奈川大学はやっぱり留学生を止めるのにはもうピカイチだと思うんですね。けどそのピカイチでも留学生ナンバーワンのフィリップ選手をいかにして止めれるかっていうのはちょっと難しいと思いますね。そうか、はい、だからロースコアな展開、60点台に持ち込めれば神奈川大学の勝機はあるとは思うんですけど、いかんせんその専修大学の爆発力っていうのは半端ないんで、100点超えてくるようなゲームをこう一部同士でもやれるっていうのはやっぱ専修大学の強みですし、おそらくその攻め疲れをしないんですよね。いくらでも点取りに行けるっていうのと、その10分の1ピリ2ピリの中でも30点超える時は多いですよね。でも相手甚大になったらさ、ちょっと来るんじゃないの、はい、あれあれあれっつって。でもその辺もね、専修大学もやっぱり知ってますし、神奈川のことを。そっかそっか。ここはね、ちょっと神奈川は、去年のメンバーは残ってるんですけど、ごっそりと、さらに1年生がやっぱり起用されてますね。7番の選手、次東の選手はやっぱ出てますね。出てるんだ。はい、で7番つけてるっていうことは神奈川大学のエースナンバーになるんで、
まあ、あと4年間あるんで、こっから鍛え上げていくんじゃないかなと思いますけど。スポーツで取ってるんでしょ、神奈川大学。あ、もちろんですね。ねえ。で、神奈川大学は一般は、ドラフト、なんつうんかな、一般の方は、その、うん、テストがあるんですよ。うん。うん、で、バスケット好きな人おいで、みたいな感じで、うん、公募をして、それで何時から体育館で、うん、選考をやりますみたいな感じになってるんで。なるほど。その選考で目に輝いた人は、うん、入部できます。なるほど。トライアウトするんだ、ちゃんと。あ、そうです、そうです。トライアウトですね。はい。なるほどね。面白いシステムやね。みんなあんの？関東一部、二部。いや、そんなことないです。法政大学もあります。ああ、そうなん？はい。育英から行った浜も、法政大学でそういうトライアウト受けたわけ？いえ、浜田君の場合は推薦で入ってますんで、トライアウトはございません。ああ。はい。なので、法政大学でも一般でバスケットやりたいっていう人はトライアウトが。そういうことか。一般でやりたいっていう人か。はい。まあ、どれぐらい採用されるのかはわかりませんけど。目に留まった選手はやっぱ採用っていう形になると思いますね。面白い。そういうこうシステムって普通の人知らんよ。キリ当たり前に言うけど。あ、そうですね。法政大学の場合はツイッターでちょっと出てたんですけど、神奈川の場合はやっぱり神奈川の方に聞いたのかな。でも結構前からやってますね。はい。そうなのか。まあ、江戸川大学もちょっと見たんですけど、まあ、2部で、まあ、上の方にいたんですけどね、上から3番目4番目にいたんですけど、やっぱり、ね、安岡選手が引退して、抜けてからは、だいぶやっぱり戦力落ちてます。安岡選手の一人の力は半端なかったんで。ああ、やっぱりそうなんやな。はい。で、まあ、留学生はオーマエリック・ジャガニーっていう明徳義塾の2メーターのセンターがいるんですけど、細いね、とにかく。そうなんや。ちょっと骨が折れそうなぐらい細いんで。ああ、そう。そこはね、フィリップ選手なんかはもう当たっても多分倒れないでしょっていう肉体してるんで。で、育英から江戸川大学行ってんじゃん。行ってますね、アンディ選手。アンディ選手、頑張ってるの？頑張ってるんですかね。ちょっとまだメンバー表には入ってなかったっすね。まだ入ってないか。はい。まあ、これからちょっと楽しみにしたいですよね。そうやね。はい。アンディ選手の前にも育英から行ってるんだよ、昔。江戸川大学にですか？川崎選手っていう選手がいて。はいはいはい。江戸川大学行きましたね。へぇー。アンディ久しぶりじゃない？まあ、そうですね。多分。アンディ君は多分千葉県出身だから、江戸川大学はまあ千葉で良かったんじゃないですかね。北原さんもまだ監督で残ってますしね。はい。なるほど。次は、はい、で、その下88番法政大学浜田選手頑張ってますよ。頑張ってます。出てるちゃんと。出てますね。で、シュートは沈めてる？シュートもやっぱり沈めてるのと、ちょっと YouTube とかで見た感じだと、打っただけでやっぱり会場湧きますね。ああ、そうなん。それってやっぱ、全員が全員じゃないじゃないですか。うん、そりゃそうやん。だからやっぱそういう選手なんですよ、花のある。で、彼の場合は一本沈めてからが恐ろしいですよね。波に乗るともうガンガン入るから。止まらへんもんな。はい。それからエリアが広い。ああ、そうですね。例えば相手がゾーンとかしてるときにこういうシューター一枚いたら、ちょっと広がらざるを得ないやんか。そうですね。ああやって普通のスリーじゃなくてエリアを広げられるスリーポイントシューターって、こう需要高いんちゃうかなって僕思うんですよ。あれだけスリーのエリアが広かったら、これは守りにくいよ、ゾーンやるようなチームね。そうですね。身長も186センチってもうちょっと欲しいなってとこもありますけど。188ちゃいます？ 6？ あ、188かな。いや、6か8かどっちかですけど。まあ、その身長あればね、結構いいシューターですよね。いいよ。いいですよね。シューターとしてはもう最高やけど、やっぱ、あとはさ、ペネトレーションしてガチャガチャしてほしいよね。
ああそうですね、破ってアシストとかクイックジャンパー打つとかさ、うん、そこもちょっとね、今浜田雄太郎くん聞いてくれてるかどうか分かんないですけどそこ作ってほしいなって思うけど、スリーはあなたも最高だよシュートのフォームとかももうほんま俺の理想みたいなシュート、今のセンターサークルの子供たちに見せたいわ、ね、なるほど、うん、はい、すいません話途切れました、はい、続きましょう。まあ、法政大学メンバーは豊富なんでね、うん、これは勝ち上がってきて白鴎大学とやるんじゃないかなってちょっと思ってますけどね。なるほど、ちょっと今豊富って言ったけど法政大学どう豊富なの、はい、誰がいるの。福島南の水野選手って、うん、福島5何でしたっけ、 B リーグの、はい、うん、の選手、福島、福島、はい、ファイヤーボンズや、あ、ファイヤーボンズですね、うん、の、メンバーであり法政大学の一員ですね、うん、おはい、いや違うね、今のはいメンツでタレントがいるかどうか聞きたいのわけよ。いや今のメンツで言うと水野選手まず出てます、法政で。あ、そう、あ、そういうことか、あの、あ、特別契約みたいなやつで。そうです、そうです、そうです。なるほどなるほど。それからあの高専の選手、名前なんつやったっけな、高専の浜田選手と同じ同級生に高専の選手いるんですけど。そうなんや、うん、その選手のダンクはすごいですね。あ、そう、早いしっていうところもありますし、あとまあ代表入ってる中村選手ですね、中村大地選手、うんうんうん、身長190センチ大堀の、うん、ポイントガード、あと他にもたくさんいますよ、その上村選手は引退したのかな、そ、まあ、結構ごっそりいますんで。あ、そう、はい、法政もやっぱりここは突出して抜けてくると思いますんで。え、このこの山では L の山やね。そうですね、ここは霧的には白鵬、ここはね法政と白鵬の一騎打ちになると思いますけど、どっちかと言われると白鵬です。うーん、まあ、迷いなく白鵬でしょうね、おそらくこの山を勝ち上げる、はい、うん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 、で白鵬と千秋がこれいい勝負する、うん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 、ただ先ほどから言ってる通り留学生の中がね、うん、フィリップ選手に対抗するのが、うん、イブラヒマ選手になるんで、うん、ちょっとやっぱり格の差でいくとフィリップ選手の方が上。あ、そう、であとタレントから言っても全てが専修大学の方が上。上なんや。だけど白鵬大学はもう鍛え上げたもう金なんですかね、バスケットを持ってるんで、うん、その強さがありますよね。練習もきついの。きついっすよ。まあ聞いた話によると、うん、春練とかは7時間ぐらいすぐ入れてましたね。マジで育英張りやないかそれ。ですね、だからウェイトもみんなでやるしとか、うん、その走るランメニューもみんなでやるしバスケットもやるしっていうところなんでしょうね。7時間毎日合宿みたいな時。いやもう多分普通にこの5日間はそれでみたいなのがあるときはもうそれで行くんじゃないですか。なるほど、その5日間とかいうのその限定やったら育英の方が長いわ。まあまあそうですけどね、育英の合宿の方が長かったわ。もう大学で7時間とかあんま聞いたことないですよ。まあ確かにな、はい、大学はやっぱり大体2時間ぐらいですからね。まあ、白鵬大学はやっぱりそういった鍛え抜かれた選手で4年間卒業するってことはやっぱ多いんじゃないかなと思いますよ。まあそこに小島選手が行くんでしょ、行ったんでしょ。そうですね。どうなん、小島選手は登録はされてないの。登録はされてないですね。あ、今年で登録されたことおるん。1年生でっていうと関東には小島くんしか来てないからいないんじゃないですかね。あーと、そうじゃなくて1年生で登録は入ってる子はいるんやろ。あ、いますよ全然。なあ、はい、なるほど、厳しいね関東。まあそうですね、レベル激高やなほんま。まあパチラッと見た1年生でいうとね、東海の大倉壮太くんとか。おう、まあ、おそらくスタートですね。どこ？東海大学です。あ、東海か、はい、うんうんうん、でおそらくシックスマンあたりで出てくるのかなと思うのが日大の高原誠也。あー、高原誠也ね、うん、やっぱり日大なんや、筑波、日大なんですよあそこ、はい、土浦日大は。そうなんですよね。
なるほど、まあ、そうなんですよ、うんうんうん、まあ、ここの今のちょっと話した中で優勝候補は岸さんどこですか。いやそんだけ教えてもらえるからな。ちなみにモン吉予想から言っていいですか。うん、モン吉予想は専修大学なんですよ。専修か、はい、うん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 、まあね、硬いっちゃ硬いですよね。専修大学はやっぱりこの K のところはおそらくね、神奈川大学に勝てば勝ち上がってくるんで、うん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 、白を倒せばね、決勝っていうか準決勝が見えてくるんで、専修大学ありえるかなと思います。岸さんの予想はどこなんでしょう。どこやろうね、もうちょっと考えさせて。はい、なんつったって俺インカレ当ててるからね。いやだってインカレ、確かにインカレ当てたで俺。まあ当ててますね。あれ当てもんみたいやったけど当てたよ。しかも期待を込めてみたいな言い方してたけど、まあそうですね。でも初優勝っすもんね。うん、あれはすごくない。あれはすごいっすね。あれすごいでしょ。確かに。僕はね、はい、白岡東海行きたい。大東文化裏切っちゃうの。大東文化、そうね、大東文化、裏切っちゃうね。そっか、大東文化も相当いいメンバーなんすけどね。そうなんや。はい、白鵬にします。白鵬。うわ、渋いとこ来たな。白鵬に置いときます、僕は。なるほど。もう私このバストラ始まる前までは、うん、東海大学に行こうとも思ってたんですよ。でも岸さんが今ちょっと意表をついて白鵬に来たんで、これは自分もガチガチの東海の予想をちょっと覆して、拓殖にします。あ、拓殖いきますか。はい、ホーリー選手に期待します。あー、ホーリー選手拓殖か。そうなんですよ。いいよね、ホーリー選手が、まあ、平選手っていうのが、上の学年にいるんで。え、沖縄高難の平じゃなくて。そっちじゃないんですよね。一律船橋のキャプテンだった平選手が、今3年生にいるんで、その子と毛利選手とのこのガード争いは見ものですし、まあ、岡田選手は鉄板で多分スタートなんで、で、まあ、得点王のゲイズズがいるじゃないですか。ここもやっぱタレントは揃ってるんですよ。なるほどね。でリーグ戦優勝してるチームなんで、拓殖は、ただ拓殖のこの山のところは、筑波と当たるっていうところですよね。そこだけがちょっと引っかかるところですけど、早かれ遅かれ倒していかないといけないって考えると。そうだね。その手前の青学は大丈夫なの。青学もね、危なくない。青学危ないね。これどれも危ないっちゃ危ないんすよ。でもしかしたら、はい、青学じゃなくて独協の可能性だってあるわけ。出た出た出た。そこ笑いはいらないから。そうやな、もう本当にそうやな。そうか、まあね、これも拓殖でいきましょう。で、モン吉が選手、で、岸さんは、白鵬ということで、この3つのうちのどれかは当たってるかもしれないですよね。そうやな。でこれやっぱりね、岸さんの白鵬が決勝優勝しましたってなっても、これ初優勝なんですよ。あ、そうなの。はい、へだ、岸さん去年から初優勝の、優勝を当ててきてるんで。なるほどなるほど。ありえるかもしれませんね。これは面白い。このちょっと予想は、ゴールデンウィーク明けになるんか、バストラで、やりたいなっていうのと、あと、まあ、サプライズ的なもので、ゴールデンウィークぐらいかな、それかちょっと開けるかもしれないですけど、
育英レジェンドシリーズ行きたいと思います。あいいねいいね、あれ好評やったね。あれいいですよね、うん、次のレジェンドは誰かなっていうところですよね。そうやな、もしかしたらこの関東のトーナメントの誰かかもしれないしね。これはまあちょっと今後期待ということで。わかりました、はい、楽しみにしております。私もです。以上ですかね今回は。そうですね、あであちょっとこれ紹介してよ。関東大学バスケットボール選手権大会、はい、第67回ですよね。はい、これってテレビで見れたりしないですかね。これは J スポーツかなんかでやるかもしれないんか。皆さんちょっと検索してみてください、はいはい、ぜひねこういうこのなんていうかな紹介みたいなのがキリさんしてくれたので楽しめると思いますよ。おすすめでございます。これはね、はい、一発勝負のトーナメント、これぜひ皆さん一緒に楽しんでいただければなと思います。はい、はい、今回も楽しくバスケットオークラジオをお送りしていきました。第271回目のバスケットオークラジオ、リスナーの皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのはキシとキリでした。 See you next time. Bye bye. Bye bye.